で今回、下側にございます、この4両編成を緑役も色にいたしますリバイバル企画第3弾で登場するのは、1997年から2011年まで運転していた緑役も色灰色ベースに緑色と黄色の帯が特徴的です。国鉄色薬もそれからスーパーパこの薬も紫を紫した後に まあいろんなネットの中でもこの緑色の書き込みもたくさんありました鉄道ファンからの要望に応える形で復刻する緑やくも色が加わることで歴代のカラーがすべて揃う形に運転開始は11月5日からですまた来年春から導入される特急やくもの新型車両についてグループ向け座席の詳しいデザインや価格が発表されました 座り心地がいいですし、何よりこうして足が伸ばせるというのがうれしいですね、また、こうした仕切りもあるので、ゆったりとくつろぐことができますセミコンパートメントと称したこちらの座席、グループや家族での利用が期待されていて、価格は普通車の指定席料金と同じ、追加料金はないということです。